トッカータ波長調作品7は、ロベルト・シューマンが1833年に作曲したピアノ独奏のためのトッカータ。この頃のシューマンはピアニストを志向しており、パガニーニのカプリスをピアノのために編曲するなど、演奏技術の向上を目指していた。そのような時期に書かれたこの曲も例外ではなく、極めて高い演奏技術を前面に押し出し、華やかな外面的効果を狙った作品である。そのため今日でも人気が高く、演奏会などでしばしば取り上げられる。親友だったピアニスト、作曲家のルートヴィヒ・シュンケに検定された。シュンケは返礼として、大ソナタと短調作品3を検定したが、翌1834年に肺結核のため23歳で夭折した。後に、シューマンは大ソナタの一節を自作のピアノ協奏曲に引用している。練習曲と題された初稿は1830年にまで遡るが、長らく行方不明となっていた。近年自筆譜が発見されて2009年に返礼者から出版され、2012年に初録音がリリースされた。曲はソナタ形式で書かれていて、跳躍する2小節の助走に始まり、終始、重音で軽やかに鍵盤上を広く駆け回る。半音階的な第1主題と、内声にレガートな旋律が歌われる、第2主題からなる。展開部にも新しい旋律が出現するなど聴衆を飽きさせず、その演奏効果は非常に高い。ありがとうございます。